にちは。今回は GAFA プラスマイクロソフトの時価総額が東証一部超えの暗示するヤバい未来についてお話をしていきます。で、今回ですね、GAFA マイクロソフトについて話をしていくんですけども、このチャンネルはそもそもいろいろ金融の話ですよね。 FX とか株式とか先物とかトレードの上達法とか、そういったことを普段配信していますけども、そもそもそれを取り巻くマクロ環境も今後ですね、がっつりと、今までぶっちゃけ言うとちょっと控えめだったんですけども、今後がっつりとお伝えをしていきたいと思います。というのも、しっかりとね、ブレない気持ちで安定したメンタルでトレードするためにも、ビジネス何らかするためにも、いい日常生活を送っていくためにも、大事なのは何かっていうと、心の免疫力。それを僕は EQ というふうにですね、呼んでます。EQ イコール心の免疫力みたいな。そしてそれを高めていくためには、この情報化社会の中で、その情報の渦に飲まれずですよね、ネガティブな情報に振り回されすぎず、それをしっかりと見極めていって、かつじゃあそれを踏まえてどうしていくかっていうことをね、決めていく必要があるわけですね。このチャンネルではそういったヒントになるような話だったりとか、リアルタイムの情勢だったりとかっていうのをお届けをしていきたいと思ってます。ということで早速本題に入っていきますけども、 GAFA とは何かですよね。ご存知の方も多いと思いますけども、いわゆるグローバル企業ですよね。 Google、Apple、Facebook、Amazon、この4つを総称して GAFA というふうに呼びます。プラス MS、マイクロソフトですね。この5社の、IT 系ですよね。会社の時価総額は実はですね、先日、東証一部、東京証券取引所一部の時価総額を上回ったということが、めっちゃ話題になりました。東証一部の会社の数って2170社あるんですよ。その合計の時価総額をわずか5社が超えてしまったということですね。前代未聞です。そしてしかもそれがこのコロナのパニックの中で起きているということですよね。これはね、いろんな意味が含まれていると僕はちょっと個人的には思ってるんですよね。ぶっちゃけ言うとね、結構気な臭いところもあるんじゃないかなと感じてますけども、それに関してはまたね、今日の動画、そして今後も継続的にお伝えをしていきたいと思っています。ちなみにこの5社の合計時価総額は560兆円なんですよ。ほぼほぼ日本の GDP と変わらない。そして日本全体の株式市場の時価総額って大体600兆ぐらいというふうに言われてますけども、もうそれに匹敵する勢いになっていて、しかもそのパワーだけで言ったらね、金額だけで言ったらもう日本国家と同等レベルということなんですよ。そしてその流れの中で今何が起きてるかっていうと、 AI テクノロジー化の方に舵を切ってるわけですよね。そしてコロナによって3密がもう今毛嫌いされている中、3密を避けるようにみんな動いている中、テレワークとか在宅だったりとか、あとはオンラインを使った仕事ビジネスっていうのが急激に増えていってますね。やる人も増えていってますよね。もうね、ネットでね、例えばマイクとかそういった配信用の機材がことごとく品切れ、入荷未定の状態になってるわけですよね。みんなだからそっちの方に移行して、急激に移行していってるっていうことなんですけども、これが何を意味するかっていうと、構造転換が今起きてるということです。でね、今までっていわゆるその物理的な労働がメインだったじゃないですか。工場で働く、コンビニでバイトする、会社に行って、事務所オフィスに行って仕事をする、そういった中で人間関係がいろいろできていって、いろんな人とコミュニケーション取って会議やってみたいな感じで、リアルに接するそのいわゆる3密環境ですよね、によって、そのリアルな労働によって経済が回っていたわけですけども、そのごっそりリアルな物理的労働っていうのが今なくなるんじゃないかって言われてるんですよね。で、一説によると、これはいろんなね、経営者だったりとかが言ってることですけども、ホワイトカラーのぶっちゃけ9割ってなくなんじゃないかっていうことを言ってる人も結構います。そうなると何が起こるか、いわゆる生産性を高めていく必要があるわけですよね。人に頼れないので、じゃあいかにテクノロジーによって AI によって賄っていくかと。そして今後ね、今原油価格が暴落してますから、当然ねコスト下がるわけですよね。エネルギー下がるわけですから、生産コスト下がるわけですよ。ってなったらね、生産性ってどんどん高くなっていくはずなんですね。物価も下がっていく、そして人件費も減っていくので、なお生産性は上がっていくんですが、ここで大きな問題にぶつかるわけです。じゃあその労働力どうすんのってことなんです。余るよねって。今まで普通に仕事していた人がそれが失ってしまったら、大量の労働力が余ってしまうよねってことになるわけですよ。そしてそこで今検討されているのが、いわゆるベーシックインカムってやつなんですね。で、これはこれで大きな問題があるんです。というのも、過去歴史を振り返っていくと、このベーシックインカム的なもの、いわゆる社会主義とか共産主義とか平等みたいなものですね、っていうのはことごとく失敗してるからなんですよね。で、今ね、このコロナによって強制的にこの社会主義革命っていうのが起きて、社会主義の方に今世の中全体が行ってるというふうに言ってる人もいます。で、そもそもその社会主義といえばマルクスなんですけども、マルクス史観って有名じゃないですか。で、そこから共産主義っていうのが生まれてきたわけですけども、それって
どういうふうにその思想って形成されてきたのか、ちょっとざっくりとお伝えしますね。まず昔っていうのは農民がほとんどだったんですよ。みんな農業やってました。農業やって、いわゆる自給自足の生活を送っていて、その小規模のコミュニティでみんな生活をしていたわけです。日本もそうです。そして、人口は増えていきますよね。あと例えば外から人が入ってくることによって人口増えていくってなったら、養わないといけないよねって、今の量じゃ食っていけないよねってなって、領土拡大しましょう、農地拡大しましょうってなっていくわけですよ。そしたら当然そこで衝突が起きますよね。隣の村だったりとか他の農地を持っている人とぶつかる、衝突する、そこで争いが生じる、そして水の奪い合いが起こるわけですね。そこから何が生まれてくるかっていうと自警団ですね。リーダーがいて、そしてそれに従う人たちが生まれてくる。そしてそのグループ同士が衝突していって、まあ、リーダーが徐々に絞られていくと、どうなるかっていうと、まあ、いわゆるその領主とかが、まあ、王様みたいになっていって、そして農民というですね、この階層構造が生まれるわけですね。これは言い換えると搾取する側とされる側が誕生したってことなんですよ。でももちろんその体制は長くは続かないですね。みんなですね、農民は不平不満を持つわけです。なんでうちらは搾取されなきゃいけないんだと、王様ばっかりいい思いしやがってってなって、その不平不満が爆発し、どうなるか、何が起こるかっていうと、歴史を振り返るとそれがピューリタン革命だったりフランス革命ってことなんですね。じゃあ次に何が起こるか。はい、王様は倒されました。農民は自由を手に入れました。はい、ハッピーエンドっていうわけにはいかないですよね。そこで自由をみんな手にして、今度は自由主義経済なるものが誕生するわけです。みんな自由に商売できる、搾取されない。でも今度はね、何が起こるかっていうと、資本家と労働者という階層構造が誕生してしまうんですよ。結局いわゆるね、その資本家にお金がバーッと集まるわけですよね。そしてそのお金を集めた資本家たちが安い賃金で労働者を酷使して儲けるという構造になる。そして労働者たちは常に搾取される側になってしまうということですね。なのでマルクスは何て言ったかというと、これは長くは続かないよと、資本主義はいずれ崩壊するというふうに言ったわけです。で、今度はですね、その労働者たちが一致団結をして、まあ労働組合とかいろいろ作るわけですよね。そしてそのトップを倒すみたいなね、また構図になるわけですよ。で、平等だっていうふうに言って、またその自由主義経済から資本主義は崩壊し、また社会主義みたいなものに移行したとしても、また同じことが起こるわけですね。また階層構造が結局できてしまう。その独裁政権と搾取される民衆みたいな構図になってしまう。結局このループが繰り返されていくっていうことなんですよね。で、過去振り返ってみると、確かに共産主義だったりとか社会主義国っていうのは崩壊してます。ソ連がその代表例ですね。レーニン、スターリンです。崩壊していってるわけですよね。そして今、まあ一部ね、共産主義、社会主義を採用している中国とか北朝鮮に関しても、どんどんですね、疲弊していってるということになってますね。だからですね、今後、ホワイトカラーの仕事がなくなっていくと、で、ほとんどの人が職にあぶれるってなった時に、じゃあベーシックインカム配ったら解決するのかっていうと、まあそうでもないですし、このGAFA、マイクロソフトが、時価総額が、もう日本の国家 GDP に匹敵する力を持っている。そしてそこが今後、例えばコロナ感染拡大の防止をしていくためのテクノロジーですね。トレースアプリと呼ばれるものですけども、そういったものを開発していると。政府と協力しながら。こういった少数の会社がものすごい大きな力を持つ。ある意味これは管理社会に移行していってると言ってもいいわけです。そういうことを言ってる人もたくさんいます。そしていわゆる社会主義的な政策ですよね。みんな同じ額を支給するってなった時に、一見うまくいくように思えるんですけども、結局モチベーションって下がっていくんですよ。だって働かなくてももらえるからですよね。そうやって社会主義国、共産主義国は失敗してきたわけですけども、まあかといってじゃあ自由主義経済がいいのかっていうと、今の現状起きてること、グローバリズムがもう終わりを迎えようとしてるわけです。そして一極集中、都市一極集中も良くないよねって、三密だよねって、もっと分散した方がいいよねっていう流れになってる。そして中国に依存したグローバリズム経済も良くないよね、だからもっともっとその国の中で経済循環を起こしていけるように、インバウンドに頼らずとも内需でしっかりと経済回していくような体制にしていこうぜみたいな、地方ももっと活性化していこうぜみたいな流れになってるってことなんですよね。だから完全に今過渡期なんですよ。構造が大きく変わろうとしているタイミングです。で、その時にじゃあどうやったら、例えばみんなね、モチベーション高くベーシックインカムが仮に採用されたとしても、ほとんどの仕事がねなくなって、 AI とかテクノロジーに移行したとしても、モチベーション高く毎日を生き生きと生きて、この体制も崩壊せずにうまくやっていくことが
ができるのかっていうことなんですけども、未だ人類はその答えを見出せていないってことなんです。その成功例がないんですよ。いや、でもね、僕はあると思ってるんですね。それはやっぱね、日本にあると思ってます。原点回帰という言葉が最近言われてますけども、僕らの国、日本を振り返ってみると、やっぱね、うまくそこをやってるんですね。日本ってね、いわゆる成功した社会主義国家っていうふうに言われてますけども、資本主義で経済を回しながらも社会主義のいい側面を取り入れてるよねっていうふうに海外からよく言われるんですよ。で、それはどういうことかっていうと、日本人ってね、昔からね、公の精神っていうのがあるんですよ。私と公って両方あるんですね。で、例えばビジネスをやる、商いをやるの何のためか、それは公のためなんだっていうのが日本人の元々の精神性なんですね。例えば武士道にしてもそうです。武士道も天皇に仕えるわけですよね。で、それによってものすごい力を発揮するということになってくるわけです。まあ、元々日本っていうのはその天皇を中心に結束してきた。そしてその公の精神によって一致団結してきたという背景があるわけですけども、そのね、原点にある意味回帰するタイミングに来てるのかなとは思ってます。で、最近鬼滅の刃っていうね、漫画を読んでたんですけども、これがね、めちゃくちゃ面白くて、しかも今日の話にめっちゃ繋がるんですよ。で、鬼滅の刃ってどういうストーリーかっていうと、まあ、ね、山奥に住んでた家族がある日ですよね、鬼に襲われて、主人公の、ね、その炭治郎ってね、主人公いるんですけど、妹の禰豆子以外家族みんな死んじゃうんですよ。二人だけ生き残るんですけども、なんと鬼に襲われた妹が鬼になってしまうんです。で、炭治郎はその妹を人間に戻したいがために鬼退治の旅に出るというところから始まるわけですけども、この鬼滅の刃にね、柱っていうのが出てくるんですね。柱っていうのはその鬼を退治するグループ、鬼殺隊っていうねグループがいるんですけども、その中に柱っていうね精鋭部隊がいるんですね。まあ10人ぐらいだと思うんですけども、で、この精鋭部隊っていうのが面白くて、何かっていうとね、キャラがみんなバラバラなんですよ。それぞれ個性めっちゃ豊か。基本的にそういう精鋭部隊ってみんな無個性化していくじゃないですか。みんな同じような思想、考え方、見た目になっていくんですけども、鬼滅の刃違うんですよ。それぞれキャラ超濃いし、生い立ちとかみんな違うんですよね。お互い別にそんな仲いいわけでもないんですよ。みんなお互い仲良しとかっていうわけでもないし、喧嘩するし、一見不安定で、いつ分裂してもおかしくないように見えるんですけども、でも結束力がめっちゃ強いんです。なんでかっていうと、あるところで一致してるんですよ。それは何か、鬼を倒したいっていう思いですよね。そこだけは一致してるんですよ。鬼を倒したいっていう共通の思いを持って集まってるので、仮に性格が合わなかろうが、お互いね、ぶつかろうが、関係ないんです。鬼を倒すというところで繋がってるからです。そしてこれは日本に置き換えると、これを公の精神と言ってもいいと思います。で、もうすぐですよね、1万円札の顔が変わりますよね。渋沢栄一になります。渋沢栄一は何と言ってるかっていうと、論語とソロ版ですよね。論語っていうのは、まあ自分自身を律するとか、世のため、人のために働くとかっていうことですけども、それをひっくるめて言うと、公のため、公のために尽くすっていうことなんですよ。そしてそれがあるからこそ、商いはうまくいく。ソロ版ですよね。ソロ版の方はうまく回っていくんだ。論語なき、公なき、商いっていうのはいずれ破綻するよと。うまくいかないよっていうことを、渋沢栄一さんは言ってます。つまりですよね、今後もし仮に社会主義化していくベーシックインカムっていうものが導入されていく、そしてある意味管理社会みたいなものが来るかもしれないですよね。このトップ IT 企業5社がものすごい莫大な力を持っている。まあ、これに関しても思うこといっぱいあるので、また今後の動画でいろいろと解説をしていきますし、いろんな専門家の方を呼んで聞いていきたいと思います。この辺ぶっちゃけね、もう単刀直入に聞いていこうと思ってます。その辺もぜひ楽しみにしていただけたらと思うんですけども、今後ですよね、新しいルールに移行していくときに、それを保つため、よりいい未来を作っていくためには何が必要かっていうと、この国、このコミュニティを反映させていくんだと、みんなのために自分は頑張っていくんだっていうですね、そういう公の精神、それ別に国家のためっていう意味ももちろんありますけども、自分が所属している家族単位もそうですし、コミュニティもそうですね、そこを良くしていきたい、そこを繁栄発展させていきたいという思いで繋がり合えるかどうかっていうのが一つ重大な鍵になるんですね。それができれば、別に財産を、ね、共産主義とか社会主義みたいに共有しようが、別にモチベーションは下がらないし、私のものみたいな独占も生まれない。これが、この全体が良くなるんだったらどうぞ使ってくださいっていう風になっていくっていうことですし、それは昔日本をやっていたってことなんですよね。そしてお金を中央に集める、それを自分のものってせき止めるのではなく、中央に集めて
その全体を良くしていくために使っていくっていう、そういうコミュニティが今後大事になってくるんではないかと思います。そのためには何が必要か、やはり仲間ですよね。どんどんオンラインに移行していって関係性が希薄になっていってます。でもだからこそ逆に言うと、本当にそういった思いを共有できる仲間がこれから鍵になるんではないかと僕は思っています。ということでですね、こんな風に心の免疫力がね、より高まっていくような解説だったりとか情報をですね、お伝えをしていきたいと思ってますので、共感していただいた方はね、チャンネル登録をしていただいたりとか、メルマガ登録していただいたりとか、いいねをしてもらったりとか、ポジティブなコメント感想などいただけたら嬉しいです。ということで今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。